アート・ネビルはアメリカ合衆国の歌手、キーボーディスト。ニューオーリンズ R&B、ファンクの代表的なバンド、ミーターズ、ネビルブラザーズのリーダー的存在であり、パパファンクの愛称でも親しまれている。1937年、ニューオーリンズに生まれる。高校在学中にホーケッツに参加。1954年に同グループは彼がリードボーカルを取るシングルマルディグラマンボをチェスレコードよりリリースする。他のメンバーが進学などで脱退する中、アートはホーケッツに残り活動を続けた。続いてソロに転じ、スペシャルティレコードよりチャドゥッキードゥなどのシングルをリリースした。1960年代の半ばにはアート・ネビル&ザ・サウンズを結成。このバンドがメンバーチェンジを経て、1968年にミーターズとしてデビューすることになった。1977年、ミーターズは解散。アートはネビル家の兄弟たちを集めて、ネビルブラザーズを結成した。一方、ミーターズも1989年にドラマーにラッセル・バティスト・ジュニアを迎えた形で再結成された。その後、メンバーチェンジを経て、ファンキー・ミーターズの名で活動した。一方で、オリジナルメンバーのミーターズもたびたび再結成され、そちらはオリジナルミーターズとして公演を行った。ネビルブラザーズは2012年に活動を休止した。アートはその後もファンキー・ミーターズで活動を続けたが2018年12月に引退を宣言した。2019年7月22日、ニューオーリンズの自宅にて死去。享年81。ありがとうございます。